外、真っ暗。まだお昼過ぎなのに。なんだか、一雨来そうね。あんたたち、気をつけて帰りなさいよ。大丈夫、ちゃんと傘持ってきたから。これぞまさに、濡れぬ先の傘、ずらー。それでは沼津組、一足お先に失礼するね。よっさらー、バイバイずらー。さて、私たちもちゃっちゃと支度して帰りましょうか。うん。それにしても最近天気がすっきりしないね。ま、この時期はしょうがないわね。洗濯物も乾かないし、心たちの服を洗うのも一苦労よ。へえ、ミコさんが洗濯してあげてるんですね。さすがお姉ちゃん、すごい。別にそれくらい大したことないわよ。ふふ、照れちゃって。そんなんじゃないわよ。あ、雨。しかもすごい土砂降り。ヨウと花丸、大丈夫かしら。ちょっと心配ね。いやー、濡れたー。ただいまずらー。よう、花丸、どうしたの？それが、大変なことになっちゃって。大雨で、電車が止まっちゃったずらー。花丸、大丈夫？うん、ちょっと冷えちゃっただけだから。はい、紅茶、これ飲んで体を温めなさい。うわー、雨露をしのぐ屋根に温かい紅茶まで。ここはまるで天国ずら。大げさね。はい、用もどうぞ。ありがとう。雨がすごすぎて傘なんか全然役に立たなかったよ。必要だったのは濡れぬ先のレインコートだったみたいずら。ただいま。ただいま戻りました。おかえり。どうだった？学校に許可をもらってきました。電車が動くまでいていいって。助かった。しずくちゃん、りなちゃん、ありがとう。ありがとう。いえいえ、困った時はお互い様。さて、マキ、私たちはどうする？先帰る？そうね。雷。私たちも雨宿りさせてもらった方が良さそうね。じゃあみんなで待ちましょう。でもただ待つのも退屈ね。何か楽しいことがしたいわね。だったら、しずくちゃん、みんなにあれを見てもらうのはどうかな。あれ？うん、この前秋葉で手に入れた例のあれ。ああ、あれ、りなさんいいアイディア。みんなで見よう。あれって何？なんか期待しちゃうね。期待外れだったら承知しないわよ。安心してください。皆さんの期待は
決して裏切りませんから。このビデオはあの幻の映画じゃない。ミコさん知ってるんですね。ええ、隠れた名作ってネットで話題になってたの。私も探してたんだけど全然見つからなかったのよ。それビデオテープだよね。映画がその中に収められているなんて、未来ずらー。いや、どっちかっていうと過去かな。それ珍しいの？激レアよ。あんたたち一体どこで手に入れたの？秋葉でしずくちゃんと一緒に探したの。この映画の鑑賞会をするのはどうでしょう。いいじゃない、それ最高。はしゃいじゃってまるで子供ね。あ、うるさいわね。それでは早速再生を。何？何が起きたの？停電みたい。雷が落ちたんだ。真っ暗じゃ。何か明かりになるものを探さないと。みんな落ち着いて。すぐなんとかする。スイッチオン。わあ。何これ、ミラーボール？すごい。けどりなちゃん、なんでこれ持ってたの？電子回路の授業で作った。え、自分で作ったの？うん。さすが情報処理学科だね。こんなものまで作れちゃうなんて、未来ずら。これはスイッチ一つで懐中電灯にもできる。非常時対応もバッチリ。何それ、完璧じゃないでしょ。りなちゃんボード、えへん。すごい雨、なんだか嵐の海を行く船みたい。しけの時はパパもこんな気持ちなのかな。何一人で浸ってるのよ。ごめん、地面が水浸しになってるのを見てたらなんだか船に乗ってるみたいだなって。電気復旧しませんね。ネットも繋がらないし、一体どういう状況なのかしら。ま、しばらくじっとしてるしかないわね。りなちゃんのミラーボールがあってよかった。これが唯一の希望じゃ。作ってよかった。りなちゃんボード、にっこりん。ん？でもその光、なんか弱くなってない？言われてみればそうね。それどころか、だんだん明かりが小さくなっているような。あ、消えた。ああ、バッテリー切れ。うわー、絶望ずらー。アナマルちゃん、しっかり。こういう時は深呼吸だよ。はい、一緒に。せっかくのお宝映像もお預けだし、ついてないわね。はぁ、皆さん、私から一つ提案があります。これから学校探検をしませんか？学校？探検？
はい、さっき見ようとしていた映画なんですが、台風の日に生徒たちが学校に閉じ込められてしまうというお話なんです。それって今のマルたちと似てるね。その中に暗い校舎の中を冒険するシーンがあって、それがとっても楽しそうで、私もそんな体験をしてみたいって思ったんです。ですから皆さん、その私の夢を叶えるため協力してもらえませんか？なるほど、そういうことだったら、その夢叶えちゃおうよ。誰か来た。静かに。行ったみたい。ふう、危うく見つかるところでしたね。っていうか、なんで隠れなくちゃいけないのよ。学校に許可取ってあるんでしょ？うん、だけど映画にそういうシーンがあったの。確かにあった。先生に見つからないように机の陰に隠れるシーン。これでまた一つ夢が叶っちゃった。ふーん、本当にその映画が好きなのね、しずくは。それにしてもなんだかちょっと悪いことをしてるみたいな気がする。なんでだろう。うん、なんでこんなにドキドキしちゃうのかな。暗い格好で先生に隠れてこっそりだから。みんな子供ね、そんなことではしゃいじゃうなんて。そういうニコちゃんだって一緒になって隠れてたくせに。それはあんたもでしょ。別に私はみんなに合わせただけだし。二人とも素直じゃないずら。誰がよ。で、しずくちゃん、その映画他にどんなシーンがあるの？それはですね、私はスクールアイドルが大好きでーす。しずくちゃん、自分の気持ちを思いっきり叫ぶそんなシーンがあったんです。ちょっと、だからって唐突すぎるでしょ。先生に聞こえてたらどうするの？そういう時は逃げればいい。あ、しずくちゃん待って。このシーンも映画にあった。私たちも行こう。あ、ちょっと置いてくんじゃないわよ。もう、何なのよ。置いていくなんて、どういうつもり？すみません、つい気持ちが高ぶってしまって。でも、その気持ちわかる気がする。なんだか嵐の日って落ち着かないよね。気持ちが、そわそわ、ふわふわ、そんな感じだから思わず走りたくなっちゃうずら。まったくしょうがないわね。ところで、ここは？音楽室です。ねえマキさん、お願いがあるの。今度は何？ピアノを弾いてくれない？ピアノ？そのシーンも映画にあったってわけね。はい、だから再現してみたくて、お願い。ま、
乗りかかった船だし。ここまで来たら最後まで付き合ってあげる。ありがとう。リクエストがあるなら聞くわ。と言っても私が弾けるのはジャズかクラシックくらいだけど。選曲は任せるよ。マキさんの今の気分で選んで。だったらこんな曲はどうかしら。どう？素敵だった。嵐みたいに激しくて、でも繊細で心が震えた。リナちゃんボード、チーン。すっかり聞き惚れてしまったズラ。うん、時が経つのを忘れちゃうね。さすがマキ、ピアノの腕は超一流ね。な、何言ってるのよ。私の力というよりは偉大な作曲家のおかげね。有名なクラシック曲だから。それより外を見て。外？あ、雨が上がりましたね。すっかり晴れたわね。さっきまでの雨が嘘みたい。うん、電気も復旧したし。ようちゃん、電車はどう？ネットの情報だと動いてるって。よかった。でもダイヤが乱れてるからすごく混雑してるみたい。うん、沼津までは厳しい旅になりそうずら。それにしても雫には助けられちゃったわね。ん？何がですか？さっきはしゃいで見せたのわざとでしょ。ああ、みんなが暗い顔してたから励ますためにわざとそうした。違う？バレていましたか。え、そうだったの？なるほどね。雫にしては妙にテンションが高いからおかしいと思ったのよ。それもあるけど、でもそれは気持ちの半分。もう半分は本当にワクワクしてたの。なんだか映画の主人公になったみたいで、その気持ちをみんなと共有したかったんだ。確かに嵐の日に学校に閉じ込められちゃうなんて滅多にない体験だもんね。うん、まるで小説の中にいるようなそんな気分を味わえたずら。嵐の学校で演奏するのも悪くなかったわね。暗い校内を走るの楽しかった。ま、あのビデオを見られなかったのは残念だったけどね。そうですね、私も見たかったです。でもね、しずくん、あなたには感謝してる。雨で最悪だったはずの日が最高の思い出になった。私もすごくドキドキしちゃったわ。